はい、これはね、本土のこぎりですね。大阪府消防さんです。これも F2 になりますね。かっこいいですよね。のこぎりくらかったらね、優しいからね、挟まないですよね。どこ行った。でこれはね、いつ浮かしたかな、2月ですね。2月の初めぐらいに掘り出しました。だからもうちょっと前から浮かしてるかな。挟まないよ、何しても挟まない、ノコギリは。優しいからね、ほら挟まない。小指とかもね、挟まない。優しいっていうか、新生虫なんでね、新生虫はね、挟まないっすね。怯えちゃってます。バトルもしない、新生虫は。仲良しだからさ。この子よく動くね。あ、ダメ、挟むなよ、挟むなら私の指。あ、痛い、やばい、痛いって言ってもそんな痛くないね。大げさすぎたわ。かわいい。ノコギリ好きなんですよね。このなんか挟む時のギシギシってなる音がいい。綺麗ですね。ちょっとね、赤みがあるんですよね。本当は黒なんですけど、ちょっと赤い子をね、選んで類代してます。でもちょっとメスがね、もういなかったんで、これで、この子たちで最後ですね。また今年捕まえてきて、また一から類代していきます。やばい、すごいとこ入ってくる。やめてくれ。中に入らないで。かわいいね。こうやって振っても落ちない。でも木に止まってるノコギリって木を蹴るとね、落ちてくるんですよね。鳥が襲ってきたと勘違いして自ら落ちるみたいです。はい、おとなしいですね。毎回見るとこんな感じ。外国産のね、ノコギリクワガタもかっこよくていいんですけど、やっぱ国産もね、かっこいいっすよね。国産のノコギリクワガタでもうちょっと大きくなるんですよね。これちょっとちっちゃかった。水牛って言ってね、顎の形がね、すごいかっこよくなります。色も綺麗、こんな感じ。ほら、綺麗でしょう。ちょっと赤いんだよね。顎もすごい素晴らしい。お顎してる。ちょっとこちょこちょしてみます。こんな感じですね。ブラシには挟むのに手は挟まないっていうね。結構強いね、力が。結構強いです。挟まん。かわいいだ。くちゅ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 くしょ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 。立派なおあご。君もなかなか立派なおあごしてますね。きれい。
痛い痛い痛い。今一瞬挟んできた。めっちゃ綺麗だね。本当に綺麗ですね。背中の木目調とか。顎の色がいいね。素敵。かっこいい。今よくから見るとこんな感じ。すごいね。トコギリクワガタです。ちょっと早いよね。自然界ではまだ木の中にいるのかな。飼育品、ブリード品は羽化したら掘り出しちゃうので、ちょっと早めにね、お目にかかることができます。めっちゃかっこいい。